この動画をスタートする前に当チャンネルの説明をさせていただきます。当チャンネルはですね、若い人にでも楽しんでいただけるような比較的安価な旅行をたくさん提案するものでして、このようなですね、公共交通手段を用いた旅行をですね、たくさん提案しております。当チャンネルではですね、昨年夏に九州一周鉄道の旅というのを観光いたしまして、お金がないながらもですね、非常にですね、充実した旅行をですね、行うことができました。一応こちらはですね、再生リストありますので、よければご覧ください。そしてこの動画シリーズの最後の動画の終わりの方で、私は九州鉄道の旅はもう一度やりたいというふうに言いました。そしてですね、今回先に言っておくと、もう一回やるわけなんですけれども、もう一回やるに至った理由がですね、JR 九州の在来線特急の値上げにあります。一応ですね、例を挙げますと、25キロ以内が310円だったのが500円に値上がりしたりと、結構大きな値上がり率なんですね。いや、これはですね、もう値上がりする前にやっておかないともったいないと思いまして、今回再びですね、九州鉄道の旅、今回は一周ではないので、九州鉄道の旅という名目でさせていただいておりますが、一応ですね、今回も鉄道を用いて九州をぐるぐる回っていこうかなというふうに思います。一応ですね、前回回ったところと同じところもあれば、前回は行っていないところもありますので、前回とですね、比較していただけながら見ていただけると幸いかなというふうに思います。現在はですね、朝の7時ぐらいでしょうかね、羽田空港第1、第2ターミナル駅に到着。一応今回はですね、品川から京急で行きました。その方がですね、東京モノレール使うよりもですね、安く行くことができるんですね。品川から京急で15分ぐらい、エアポート快特だったんですね。羽田空港に到着。私が今回乗りますのは8時の宮崎行きです。普段は私、ジェットスターとかのような LCC 使いますけど、今回は、JAL ですね。こちらの保安検査場からとっとと入ってしまいましょうか。ちなみに今回の宮崎空港行きは、どうやらバスでですね、飛行機まで移動するようです。バスでの移動っていうのは結構、成田でもよくあることなので、割と慣れてますよね。このバスを使うのでしょうか。そしてバスに乗り込みまして、いよいよですね、私が乗り込みます宮崎空港行きの飛行機まで向かっていこうというわけです。このバスからはですね、非常にですね、特等席のような景色が眺めることできまして、なんと冬晴れのこの日は富士山も見れました。そしてですね、機体のところに到着。そして私着席したんですけれど、やっぱり広いですよね。 LCC よりも明らかに広い。これがですね、JAL ですとかアナのような、レガシーキャリアっていうんですけれども、確かね、の特権でしょうか。今回はちなみに隣に席を、空いてる席をあえて選択しました。そして羽田空港の長い滑走路までの移動を終えた後、いよいよですね、この宮崎空港行きの飛行機は離陸をしていこうというわけです。いや、本当に羽田空港の離陸は本当長いっすよね。確かこの時も15分20分ぐらいかかりましたね。ようやく離陸、ハッピーフライト。ちょっと着信来ちゃいました、ね、すいませんでした。ハッピーフライトを迎えまして、宮崎空港まではここから約1時間25分の、長くはないか飛行機旅となっています。そしてですね、こういう西の方向へ向かっていくと、富士山がこのように見ることができるんですね。こう見下ろす富士山っていうのが、やはりこの飛行機の特権というところでしょうか。本当に今日は冬晴れの綺麗な日なので、富士山も綺麗に見れましたね。そしてこのですね、ドリンクサービス無料ですからね、 LCC だったら有料ですけど、今回はビーフコンソメを選びました。やっぱり JAL はビーフコンソメですね。ANA もか。そして宮崎空港に着陸。ちょっと遅れたんですね。5分ぐらいですかね。そのぐらいかな。このぐらいだったら全然問題はありません。
このようにですね、全速力で減速をしていきまして、全速力で減速ってなんか変だな、まあ、頑張って減速して、今宮崎空港に着陸が成功いたしました。ちなみにこの宮崎空港は正式名称は宮崎ブーゲンビリア空港ですね。宮崎ブーゲンビリア空港に到着。ちなみにブーゲンビリアとは何でしょうという話については、こちらの花のことを言います。どうやらですね、ブーゲンビリア空港という名前は公募で決まったんだそうですね。そしてこの宮崎空港、駅までのアクセスが大変素晴らしいんですね。今回宮崎空港をスタートにした理由の一つが、この JR の駅までのアクセスの良さですね。ここから宮崎駅までは約15分で到着することができます。で、私はできればこの787系の普通列車に乗りたいんですけれども、隣のサンシャインもですね、いいんですよね。そして今回私はこちらの鉄道株主優待券を使います。こちらはですね、一応ですね、片道の運賃、特急料金半額になるんですけれども、ちょっと書くこと多すぎて、こんなカオスみたいになりましたね。乗車券はまあいいとして、特急料金等がですね、今回多かったんですよね。本日のルート説明いたしますと、本日はまず宮崎方面から鹿児島に抜けまして、鹿児島からはですね、九州新幹線に乗り込みまして、一気に熊本を目指すということですね。本日の目的地は熊本です。まあ、ただですね、スタート地点の宮崎にも、まあ、せっかく来たんで、宮崎もちょこっとだけ観光をさせていただきます。なんとかですね、787系の普通列車、特急車両を使った普通列車、宮崎行きに乗り込むことができました。ちなみに宮崎空港から宮崎駅の間は、特急日輪のような特急に乗ったとしても自由席でしたら特急料金はかからないという特例があります。まあ、要するにまあ、宮崎空港から宮崎駅の間は特急車両となんだろうと全部が普通列車、来る列車全部普通列車という扱いになるということですね。まもなく加吉です。そして今回使う乗車券なんですけれども、人生初めてのこの手書きの乗車券となりました。あの水色の切符にはギリギリ入りきらなかったんでしょうね、この経路。宮崎空港から長崎を目指すという今回の旅です。当然たくさん迂回がありますので、今回ですね、たくさんの観光地をご紹介いただければということを思っております。まもなく今回私が下車する南宮崎の駅に到着。この駅からですね、日豊本線は分岐しているというわけです。こちらはですね、日南線だったかな、志布志とか青島とかそっちに行くやつですね。南宮崎の駅は宮崎駅に比べるとそこまで大きくはありません、まあ、宮崎空港の周辺より、宮崎駅周辺よりかはまあそんなに栄えてはないという感じですが、ただ近くにですね、この宮古シティという非常に宮崎県でも大きいデパートがあります。この宮古シティにはですね、バスターミナルがありまして、このですね、宮崎県の各地へ行くですね、バスがやってくるというわけです。シーガイアですとかフェニックスとかですね、まあそのあたり、まあ、本当にもう宮崎県のいろんなところに行くバス路線が集結しているのがこの宮古シティということでしょうか。こちらは宮崎駅のアミプラザに行くやつですね。そして高速バスだと高千穂ですとか、確かあと延岡とかその辺に行くやつもあったかな、確か。これは到着のやつか。こちら確認しますと、まあ、こんな感じでこう折り曲がってバスターミナルがあるんですね。新八代とかもありますね。確か博多か新八代に抜けて、その後で宮崎っていう切符もあるんですよね。お昼ご飯はこちらチキン南蛮のお店、宮古シティにですね、1個だけチキン南蛮のお店があります。そしてこのお店のチキン南蛮がこちら990円です。こちらのお店のチキン南蛮、胸肉を使っているチキン南蛮で美味しいですね。あとナポリタンの具なしのやつがまた美味しいんですよね。余談なんですけれども、このお店はですね、
お料理をご注文の方はですね、ドリンクバー注文しなくてもドリンクバー1杯無料というサービスがあります。なのでですね、今回私はペプシコーラって言わない方がいいね、ペプシネックスを注文。いや、これ無料でいただけるのは本当にありがたいですね。非常に親切なお店だったなということを思っていますね。そして南宮崎の駅に到着、帰ってきましたね。私がこの後乗りますのは12時30分の鹿児島中央行きの特急霧島9号です。向こうにいますのは特急日輪ですねの大分かっこ博多ってことは、これ博多行きですね。非常に長い旅をこれから行う日輪ということでしょうか。6時間ぐらいかかるんじゃないかな、多分。向こうにありますのは、こちらはですね、日南線の D&S 列車、海幸山幸ですね。こんな感じで非常に豪華なですね、座席といろんな設備があるんですけれども、こちらですね、指定席料金だけで乗ることができるんですね。グリーン料金いらないんですよね。すごいですよね。そしてこちら、先ほども紹介いたしましたサンシャインの車両、これもなかなかすごくて、普通列車なんですけれども、これ実は特急と同じ座席なんですよね。ただのロングシートも確かあったんですけど、これ普通にリクライニングとかもあって、本当にありがたいですね。しかもテーブルもついてます。本当に食事とか普通に悠々とできる、非常にありがたい乗り得普通列車です。そして今回使う霧島の切符990円、非常に安いですよね。これグリーンなんですけれども、南宮崎から隼人までです。ちなみにですね、以前南宮崎から第1回の九州鉄道の旅に乗った時はですね、このカジキまで乗ったんですけれども、一応南宮崎からカジキまででも値段は一緒なんですね。カジキの方が鹿児島中央近いですからね。ただですね、残念なことにですね、私の霧島9号はカジキ駅、こちら通過となりますので、カジキ駅の一つ手前の隼人駅で降りることにいたしました。値段一緒なんで、いいでしょうかね。やってきました、こちらは787系の特急霧島号。一応787系じゃない霧島もどうやらあるらしいですね。ハイパーサルーンっていう、そんな感じのやつ。ただ個人的には787系のグリーン車乗りたかったので、良かったですね。こちらはですね、搬出の指定席、この指定席もなかなか豪華ですごいゆったりしてるんですけれども、私が今回利用しますのはこの引き戸をですね、開いた先のこちらですね、搬出のグリーン車です。やっぱりちょっと格が違いますよね。で、今回私が乗りますのは1号車1番の A 席、1号車だったかな、いっか。こちらに着席いたしまして、でこのようにですね、早速靴脱いでフットレストにゆったり、足を乗せながら出発を待ちます。意外と宮崎から乗ってくる人は少なかったですね。グリーン車の特権としてコンセントもあります。そして一番先頭の車両の先頭なので、このテーブルがあるんですね、木のテーブル。ちなみにこれフットレスト2列目以降はこんな感じ。一応表は靴を乗せるよう、裏は靴下って感じですね。コンセントがこんな感じの使い方ですね。でですね、当然テーブルはこんな感じで内蔵されてまして、これ結構九州の特急特有のこのテーブルのスタイルなんですけれども、こんな感じで折りたたまれているというわけです。この先頭のグリーン車はですね、テーブルをダブル使いできるっていう特権があるんですね。空いてたら絶対この先頭のグリーンを選ぶと良いでしょう。ドアが閉まります、ご注意ください。そして間もなく南宮崎を出発するところです。今出発しましたね。ここからですね、私がグリーン車を去ります隼人まではだいたい1時間30分弱の所要時間ですね。距離にしてだいたい 94.1 キロとか、そのぐらいでしょうか。
応次の停車駅は一応これはですね、清武駅が通過する霧島ですので、一気に都の城までノンストップですね。ではこちらです。デザートタイム。一応こちらですね、南宮崎エリア、宮古シティの近くにあった和菓子屋さんなんですけれども、こちらの抹茶プリン買いましたね。美味しそうですよね。なんか説明書きあったのでちょっと説明を読ませていただきますと、一応宮崎県の、抹茶のですね産地で取られた、自然豊かな環境なんですけれども、有機栽培された無農薬のですね非常に美味しい抹茶を贅沢に使っているそうですね。またこのお店自慢のあんこをですねたっぷりと使った小豆クリーム、そしてですね抹茶クッキーが添えられた、非常にですね結構日本の宝物ジャパングランプリスイーツ部門で準グランプリを取ったんですね。すごいですよね。そんなですね偶然美味しいプリンをばったり見つけることができましたね。こういう意味では私ラッキーでしたね。この底のなんか部分もなんか抹茶濃くて美味しそうですよね。で食べたらやっぱり美味しかったんですよね。この抹茶の香りがですね本当にねもう鼻をもう突き抜ける感じがしたんですよね。そしてこちらチーズまんじゅう90円だったかな。これもなかなか美味しかったですね。これ外サクサク中ホロホロみたいな感じで、中のチーズがなんかクリームチーズだったのかな、わかんないですけど非常に美味しかった。でこちらはですね日向夏もなか、いやこれもまた美味しいんですよね。日向夏一応宮崎県の、産地ですけれども、なんか中にですねちょっとシャリッとしたものが入ってて、このシャリッとしたやつがこのサクサクのもなかの生地と相まった時が本当に美味しかったですね。基本的に都の城までのですね道のりはこんな感じで山が多いですね、なのでですね、山々を見つつ他のことをしつつ私はですね、乗車をしていたという感じでしたね。こんな感じでもう本当こういう旅するとすぐにカメラのデータがいっぱいになっちゃうので、もうとっととねもうちゃっちゃかちゃっちゃかもうデータをですね USB にまとめないといけないわけですね。というか多分この旅でもうずっとこの USB にデータを取り込んでる映像ばっかのなんか流れると思いますよ。多分まもなく都の城ですね。都の城を出ますと次はですね西都の城ですね、すぐに到着します。ちなみにこの西都の城までで、終点を迎えるという普通列車が結構多いんですよね。西都の城を出ますと次はですね、県境を越えまして霧島神宮なんですけれども、この県境を越える普通列車っていうのがとにかく少ない。宮崎から一応鹿児島中央行きの普通列車一応あるにはあるんですけれども、結構日中は少ないんですよね。デザートも食べ終えまして、都城あたりからどうやら奥のお客さんもそれなりに入ってきましたね。こんな感じでですね自然いっぱいの車窓を楽しんでいるところですね。そしてこちらはですね霧島神宮の駅ですね。ようやく鹿児島県に入ったというところです。霧島神宮駅ですけれども、霧島神宮までは約7キロぐらいだったかな、離れているので歩いて行ける距離ではないですかね。元気な人だったら7キロぐらい歩けると思いますからね。霧島神宮を出ますと次の駅は国分駅ですね。この国分駅はですね実は鹿児島空港の路線バスが走っていまして、実はですね鹿児島から直接鹿児島空港行くよりも国分駅まで鉄道で行って、国分から、鹿児島中央じゃなくて鹿児島空港へ行った方が安かったりするんですね。そして次の駅隼人なんですけれども、ここからですね自由席に、列車内乗り継ぎをします。要は席移動ですね。150円って安いですよね。この快適だった自由席じゃなくてグリーン車に別れを告げまして、私はですね自由席へと移動していきます。でこの隼人はですねちょうどいたんですけど、隼人の風が止まってましてね、こちらもですね先ほど紹介した、海幸山幸と同じで D&S 列車ですね。
そして自由席に移動。ちなみに D&S 列車っていうのはデザイン&ストーリーか、ストーリー列車でして、結構九州にはたくさん走っている非常にですね観光要素の強い特急列車となってます。基本的に指定席料金を払わないと乗ることはできないんですけれども、非常に快適で面白い列車なんですよね。ちなみにこの霧島は D&S 列車ではないですね。自由席に移動してきましたが、ただこの自由席もですね、なんだかんだテーブルあってリクライニングがあってと、まあ十分快適ですよね。そしてこのですね海が見えてきますと、もういよいよ鹿児島は近づいてきたという頃合いです。桜島も見えてくるんですよね。この桜島の車窓がですね、この特急霧島のですね結構大きな見どころだったりします。次の駅はですね、確か鹿児島じゃなかったかな。隼人の次が鹿児島なんですよね。このようにですね、桜島のですね、綺麗な景色を眺めていると、割とですね、すぐに鹿児島駅は到着するものです。っていうか、あっち空いてるんだから、もうちょっと桜島側に席移動すればよかったですね。まあ、席移動するのがなんかちょっとめんどくさくなっちゃったんでしょうかね。こちらが鹿児島駅。もうここからだったらもうぶっちゃけ JR じゃなくてももう市電でも鹿児島中央駅には行けちゃいますね。ちなみにこの後、まあ、パート2で寄ります西郷隆盛終焉の地はですね、鹿児島駅の方が近いですね。あ、こちらですね。皆さんもですね、西郷隆盛終焉の地っていうのはもう読んで字のごとくも西郷隆盛がここでですね自投したっていう、まあ、ところなんですけれども、まあ、こちらに行きたい場合は鹿児島駅を利用することをお勧めいたします。まあ、今回私は一応ですね鹿児島中央駅から市電で行こうかなというふうに思っていますね。まもなく鹿児島中央駅に到着です。いや、この鹿児島中央駅に到着する時の気分の高揚具合はなかなか大きいものがありますよね。市電もですね、市電も通るような鹿児島中央間を通りまして、まもなく鹿児島中央駅に到着です。この霧島号はこの鹿児島中央駅で終点を迎えます。ちなみにですね、国分駅から鹿児島中央駅間はどこからどこまで乗っても310円で自由席に乗れちゃいますので非常におすすめですね。ただこちらもですね、今年の3月には500円になってしまいますので、ご注意をお願いいたします。鹿児島中央駅に到着です。